50がいらなくなるのかなって。あ、50いらなくなる、うん、250、500でグラインダー上がってます。250、500一番だと微妙に 20mm か、微妙に上がってないよな、ちょっと不利になっちゃう。これを早くやる状況として次のパンを先にシャッフルして先に配っておいて、そういう時にするかもしれないような気がしたけど、マージャンのウルティマみたいなガチャンガチャン、ウルティマ、ウルティマ拍手はないコールです。皆さんコール、はい、高田さんダウン取ります。松さんに原価ダウン、はい、原価ダウン、松さんコールか、原価ダウン、まあじゃあコールしましょう。マーシーダウン、逆転コール、森さんチェコールで、コール、コール、コール、拍手、はい、オーケーです。あ、すみません、ライアさんプレイしてます。はい、してます。あ、申し訳ない、間違って投入しちゃった。はい、投入しちゃった。あ、今パーセンテージが出てない、パーセンテージ出てないのね。あ、そう、まあまあまあ、まあ、それぐらいはしょうがない。じゃあ1000行きましょう。何持ってんだこいつみたいな話。あ、そうだったと思うけど、ベッド1000です。で、ヤックンコール、ノリさんダウン、何が起きてるんでしょうね。ノリさんコールド、はい、カビさん、カメラここで、まあそれ前そんなやつなんだ。神さんコール、うんうんうん、3プレイヤーです。神さんコールです。はい、ヤックンもコールです。スタンカードの6ハート、神さんチェック、チェック、ライアさんチェック、ヤックンベッド2400、カミさんフォールド、カミさんフォールド、フォール、ダイヤさんコール、いいコールだな、ね、ラストか、そうです、だから何か痛いときは絶対こっち向かなきゃなんですよ。そうそうそう、で、声はここで言うんですか、うん、あ、はい、やちなみにダビデさん、曲ができてる、帰って自分の見たときに意外と言ってるってことが逆味噌で怖いわ。マシさん聞こえない。そんなこと、うつるのがいいんじゃない、ここの方向がなってオールインしたときにこう全然こう出ないとないと思いますけどね。いや、いいや、いいや、あ、そう、すいません。で、ライさん、アクション、あ、今何ですか、ごめんなさい、リバーのめくりリバーが出ました。あ、そっかそっか、チェックです。はい、うん、チェックチェック、あ、ここもチェック、チェックチェック、はい、じゃあ紹介もお願いします。 S4 6 7 6 7、あ、ほんとだ、あ、次枠もう貼っちゃってください。結局なんかニコ生の配信では会話話すような話じゃないですけど、ナショナルブランドもやっぱり流通業に勝てないみたいな。あ、映像出てない今。PB 強し。いや、ビーチが疲れてますからね。今も作ってるところは。あ、そうですね。ハンドは出てますね。キリンが作ってる。あ、じゃあ、あの画面がキャプチャーされてるのであれば、棚を放送なくても。棚のところ置いてもらうアウトだからな。放送されてなくてもあのその動画使えますんで、そのまま続けてください。ダビさん放送できた、高田さん、ヤックンコール、ノリさんコールじゃない、あ、レイズ、ヤックンレイズ1000コールです。神さんもレイズ、ライさんコール、この組み合わせか、はい、って思ってある、うん、なんか勝てたかもしれない。下手だね、うん、確かにいい感じだったね、うん、
そして67であるデジャブ。何だよさっきの。マシャ放送は出てない。いや今度89でしたね。あはい、今ようやく画像がいきましたね、これで。はい。配信の方がですね、ようやく今こちら側でも配信の画像を見ることができました。今ヤックさんとのヤックさんとライアさんのヘッズアップですね。でフリフロップはヤックさんがレイズに対してライアさんコールで、でフロップ開く待ってるじゃん。あれでライアさん、ん？何？ヤックさんがオーディン要求したのどうなってんだこれ。あ今チェックしてヤックさんがオーディン要求ですね。ダイヤさんショットなので、で、オーリーですね。ダイヤさんボトムヒットしてますけれども、ちょっとそれは無理でした。でヤックさんが今点 エース点を見せて勝ったよっていうアピールですね。はい、ボタン神様に移動してます。配信はできてるっぽいですね。はい、ブラインドはこれまだ上がってるんですかね。これなんか250-500ですね。はい、ブラインド250-500です。プレイヤーの特徴をもう一度のシャツ。すみません、これは完全に私の、独断と偏見なので、異議がある場合はちょっと言ってほしいんですけれども、一番この中でやっぱり上手いなと思うのはヤックさんですね。3番ぐらいに座ってる方が一番強いと思います。ハンドなくても立ち回り内回しで、コート取れるっていくような、まあ、ハンドなくても例えばレイトからの、レイズには3ベットできたりとか、あと、うん、そうですね、やはりリーディングが結構鋭いところがあるので、やっぱりヤクさんが一番強いかなと思います。で、次にやはりギャンカガさんですかね。ギャンカガさんはやはりその、やっぱり基礎理論ちゃんと勉強してるっていうのはやっぱり見てわかりますし、あと、なんだろう、度胸もやっぱありますね。ギャンカガってだけあってなので、ギャンカガさんもなんか有力候補だと私は思ってます。で、神様とあとマサニーは、比較的タイトでハンドに忠実なタイプかなと思ってます。で、あとライアさんですね。ライアさんについては、例えばスーペットだったり、あとワンエースあれば、そのハンドに参加する。でもレイズ率は低いので、そうですね、コールが多いようなプレイヤーっていう私の印象です。で、ヤマトさんとマーシーさんについてはちょっとまだ今日初めてお会いしたので、そこまではわからないかなというのが私の、なんだろうな、各プレイヤーの印象です。こんなところでよろしいですかね。で、まあ、ハンドを多分プレイしていくと、大体こういう人なんだなっていうのが分かっていけるかなと思うので、そういうハンドがちょっと見えるのを楽しみにしています。ヤックさんって茶髪だった人、そうですね、いや茶髪でしたね。もう黒くなってるんで、確かにすごい印象変わってますね。そうです、間違いないです。ちょっと待って、ノリさんにレイズに対して神様がコール、ライアさんが降りて、ギャンカガさんも降りる。で、まさにコールかな。まさにコールです。3人でフロップ開きます。はい、フロップがエース、デュース、テン、クラブ2枚ですね。ノリさんがトップヒット、まさにはミドルヒット。で、神様は、セットもおそらくそうです、ね、セットになってないんで、打たれたら降りるんじゃないかな。でもチェック回りですね、チェック回りしましたね。
あで今日落ちたのはクラブ6、これノリさんかなり強いですね。エースヒットしてる上にナッツフラッシュを持ってるん でそれに凍れるのはまさにもう厳しいような気がしますね。これはミドルヒットですけど、まあコールはするのかな。コールですね、コールしましたね。これ多分テンとかをジャックが落ちたらですね、ですけれどもリバーキング、これをさらに打たれたらさ、リバー打たれたら降りるんじゃないですかね、さすがに。でも、うん、リバーチェックチェックでノリさんのエースで、オートカップですね。